ビブリア古書堂の事件手帳は、三上延による日本のライトミステリー小説シリーズ。イラストは、古史島和具。2011年から、メディアワークス文庫より刊行されている。文庫本、書き下ろし作品。古書に関して並外れた知識を持つが、極度の人見知りである美貌の古本屋店主、お里子が、客が持ち込む古書にまつわる謎を解いていく、日常の謎系のビブリオミステリー。 作中で扱われる古書は実在するもので、それら書籍の売り上げが伸びたり、ぜひ半本が復刊されるなどの影響を与えた。メディアワークス文庫で初のミリオンセラー作品であり、2020年6月時点でシリーズ累計発行部数は700万部を突破している。2012年には本屋大賞にノミネートされた。2016年には小中学生向けに漢字にルビが振られた。 角川翼文庫版が刊行された。メディアミックスとして2種類の漫画家作品とテレビドラマが制作されている。2017年2月には実写及びアニメでの映画化が発表された。JR 北鎌倉駅物語り開始時は2010年8月。神奈川県鎌倉市北鎌倉を舞台としている。地名は実在のものを用いているが、ビブリア古書堂の店舗や、 登場人物はフィクションである。四巻は2011年4月を描いており、現実と同じく東日本大震災が起きたことになっている。一巻から三巻までは時系列順の一話完結の連作短編の形を取っている。四巻は三巻までを受けた長編である。この巻は長編である。招待として取り上げられている作品はすべて江戸川、乱歩の作品、著書である。 なお、小説中で、江戸川乱歩、二千動画のトリック、人間椅子、大金塊の趣向を明かしている。著者の三上は、実際に、古書店で3年間にわたるアルバイトの経験があった。ファンタジーやホラーで、小説家としての実績を重ねた後、書き下ろしの依頼を受けて、いつか書きたいと思っていた、古書店をお舞台とした小説を別の企画と共に、提案したところ、 この企画の方が採用され、執筆に至った。この企画は20代男性を対象としたものであったが、2013年、現在、読者層は女性が8割を占めている。三上は4巻発売時点で、物語はそろそろ後半に入るという構想を語っており、長さとしては、あと2から3巻か、もう少し伸びるかもと語っている。 あまり長い作品にはできないという展望であるが、その一因は古書のネタ探しが大変なためだという。ビブリア古書道の事件手帳7しおりこさんと果てない、舞台までが第一シリーズ。ビブリア古書道の事件手帳扉こと、不思議な客人たち以降が第二シリーズとなっている。表題として明確に記されている本を呼び、各巻末で、 参考文献として掲げられているもののうち本文で内容に触れられているものを列挙する。それらは古書であるため、本作発表当時には絶版であるものが多く、現在発行されている同一作品と内容が異なるものも多々ある。2012年1月、発行部数がシリーズ累計103万部となり、メディアワークス文庫で初のミリオンセラー作品となった。 2012年の文庫部門総合ベストセラー第1位。シリーズ累計発行部数は2012年4月時点で200万部を、第3巻が発売された同年6月時点で300万部を、2014年12月時点で600万部を、2020年6月時点で700万部を、突破している。受賞や書評雑誌によるランキングとしては、第65回日本推理、 作家協会賞短編部門に足塚藤雄、ユートピア最後の世界大戦がノミネートを2011年度本の雑誌が選ぶ文庫、ベスト10第1位に選ばれた。2012年には本屋大賞にノミネートされた。文庫本のノミネートは初。また、同じく書籍関係者である図書館員が来館者に手に取ってもらいたい本を選ぶ TRC スタッフが選んだ。 本2012では第一巻が文庫部門の1位となった。テレビドラマ開行、作中に登場する夏目漱石の、それから宮沢賢治の春と修羅などのモチーフとなった書籍も売り上げを伸ばし、放送直後にネット書店などで売り切れ状態になるという現象も起きている。作品にはマニアックなものも多く、異例な反応として注目を集めた。 ダヴィンチ電子ナビ編集部は、小山清小千ちぼ十などは、絶版となっていたが、2013年の3月に、ちくま文庫から復刊されることが決まったことを、本作で取り上げられたことによる影響と見ている。ロバート・カイ・ヤングのタンポポ娘が、川で処防新社から復刊される際にも、本作の登場書籍であることに触れられている。 2012年から2つの漫画版が連載を開始している。角川書店の各月間雑誌漫画雑誌、アルティマエースボリューム3号より連載開始。アルティマエースがボリューム7号で休刊となったため、角川書店の月刊少女漫画雑誌、月刊アスカの2013年2月号より連載を再開し、2014年9月号まで連載された。 原作の第1巻から忠実にコミック化しており、原作第1巻のコミカライズは、第1巻から4巻にわたるなどゆったりとした丁寧なペースでコミカライズしていたが、原作第2巻を最後まで描いたコミックス第6巻にて完結した。作画は中の単行本のレーベルは角川コミックスエース。2012年8月現在、第1巻だけで、 発行部数が10万部を突破している。講談社の漫画雑誌、グッド・アフタヌーン2012年23号から連載開始。作画は、高電量。2013年1月14日から3月25日まで、フジテレビ系列の月9枠にて連続テレビドラマ化された。しおり子を演じた主演女優は、合力彩り目で、当時の彼女のボーイッシュなイメージとは、 不一致なキャスティングはインターネット上などで賛否両論を生んだ。ドラマの時系列は原作と違いエピソードの順番がシャッフルされたり、しおりこの怪我の事情が変わった部分がある。また、オリジナル要素としてメインキャラクターたち行きつけの甘みどころとその店員たちが登場した。2017年2月、実写及びアニメ映画化されることが発表された。黒木春と 野村周平のダブル主演で2018年に公開された。企画は2014年の秋頃からされており、撮影は2017年10月初旬から11月上旬にかけて行われた。キャストスタッフ、ありがとうございます。